スポルトフェレーニフィング、ローダ・ユリアーナー・コンビナーティー・ケルクラーデは、オランダの南東部、リンブルフ州の都市、ケルクラーデを本拠地とするサッカークラブチーム。読み方は、ローダ・イエーセイ。1954年、SV ・ケルクラーデと SV ・ブレイエル・ヘーデが合併して、ローダ・スポートが誕生。同年にケルクラーデのアマチュア・クラブが統合して、ラピド JC が誕生した。 その二つのクラブが1962年に合併して、ローダ・ JC となり、現在に至る。1975年から2008年の間に、ローダは合計6回もの KNVB カップ決勝進出を果たしている。1997年の SC ・ヘイレン・フェーンとの決勝では4から2とランダ戦を制し、クラブにとって史上初となる主要タイトルを獲得し、2000年には、 NEC 内名編に2からレート干渉を飾り、2度目のカップタイトルとなった。2008から09シーズンや2012から13シーズンには成績不振で広角プレイオフに回るなど、戦力の低下が見受けられ、クラブは2013年夏に選手の大幅な入れ替えを行うも、失敗に終わった。その結果、ローダは2013から14シーズン終了時史上、 初めて、エールステ・ディビジ降格の目にあった。降格するまで、エール・ディビジには、計41シーズン在籍した。2014から15シーズン、エールステ・ディビジで3位となり、昇格プレイオフに参加した。プレイオフ決勝にて、一部のナック・ブレダを破り、エール・ディビジへの昇格を決めた。しかし、2シーズン後の2017から18シーズンに一部16位で、シーズンを終え、 クラブ史上二度目の広角を味わった。それ以降、現在もエールステディベジでプレーを続けている。パークスタッドリンブルフ・スタディオンラッシュ、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。